水木七水木七の作品七水,七水木ライブシアターアコースティック七水木ライブシアターアコースティックマイナスは2015年1月17日1月18日に埼玉スーパーアリーナで開催された水木七のコンサートその模様を収録した15作目のライブ映像作品が2015年6月17日にキングレコードから発売された 初のアコースティックコンサート。四つのステージを設営し、メインステージは教会。街角ステージは最後に決まったステージ。ピエロの芸、タップダンスを繰り広げた。タップダンスは水木発の試み。庭園セットは小物等が作り込まれたファンタジックな仕上がり。酒場ステージはライブ中盤で使用された。ピアノ伴奏のみのファントムマインズ。 12人のゴスペルタイトのアカペラ、スカーレットナイトなどをとと歌というシンプルなもの。ツアータイトルのシアターからストーリー仕立ての構成であり、一人の少女の成長物語をミュージカル風に演出した。大型乗り物としてベネチアで実際に使われているゴンドラを使用した演出を行った。舞台セットのイメージが決まった際にイタリアの風景が浮かんだことからゴンドラを使うことが決まった。 ゲストボーカルとして、劇中映像の少女、ナナの親友役でスアラ、酒場の常連客役で1月17日公演に、星総一郎、1月18日公演に、早見進が出演した。スアラと、し愛、星と、クレッセントチャイルド、早見と、マリアジョーカーを歌唱した。ファンクラブ、SC7 ネットの公式キャラクター、ナネットさんの着ぐるみが制作された。 ありがとうございます。